イギリスでは6月としては記録的な暑さとなり、紫外線の強さを表す指数が過去最高となりました。新型コロナウイルス対策の外出制限が影響しているようです。ロンドンはかなり暑くなったので、このように川辺で遊んでいる人がたくさんいるんです。今バカンスにも行けないような状況なので、さながらリゾート地のようになっています。ここ数日、イギリスは真夏の陽気となり、25日にはロンドンで 33.3 度を記録し、6月の過去最高に迫る暑さとなりました。一部の地域では紫外線の強さを表す指数が11段階のうち9番目となり、イギリスの過去最高となっています。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で航空機の便数が減ったほか、外出制限で自動車の交通量が減って大気汚染が改善したため、地上に届く太陽光が増加したことが要因とされています。